今日はカバーオールを使ったスタイリング。さあ今日は、はい、カバーオールです。はい、はい、カバーオールもなんか今いいじゃん、うん、気分的にめちゃくちゃいい、うん、ね、うん、なのでカバーオールを使ったスタイリングをしたいなと思いますの で、はい、うん、でカバーオールはちょっとこの前にね買ったこれノックオウトさんで買った、はい、リーの40年代カバーオール白と、うん、あと、まあ、リーの普通のデニムのインディゴのね、うん、ブルーのね、そうブルーの色落ちしたやつ、うん、の2種類使ってやろうかなと思うので、はい、早速いきましょうか、ね、はい、はい、それではよーいうどん。まず1つ目、はい、1つ目は白のカバーオールに、うん、カナダ軍のカーゴパンツ、はい、まあ、白にねもうオリーブは結構合う、はい、でそこにアッシュグレーの T シャツと、うん、まあ、スニーカーは白のマルチ、うん、まあ、なんかちょっとこう全体的に白系統、めちゃくちゃクリーンな感じ、クリーンな感じ、うん、まあ、でもねなんかその古着だからちょっとやっぱクタッと感とかもあるし、うん、なんかその辺はすごいなんか馴染むんじゃないかなと思って、でまあ、ちょっとねロゴが入ってるような、うん、それいいね、うん、中になんかこのぐらいの感じがいいのかなと思って、かわいい、うん、なんか無地で行き過ぎるとちょっとねなんか味気ない感じになっちゃいそうだから、うんうんうん、まあ、ロゴとかも入れてもいいのかなと思って、うん、まあ、こんな感じをスタイリングにしましたという感じですね、はい、うん、次行っちゃいますか。行きますか、ね、行く、やめる行かして次に行こう、はい、はい、はい、2つ目です、はい、2つ目は、まあ、同じく白のカバーオールに、うん、ちょっとこう汗た、うん、汚いスウェットに綺麗なスラックス、うん、でクラックスで足元締めて、はい、まあ、なんで下は結構綺麗で、うんうん、上は古着みたいな感じで、うん、まあ、だけど白だからなんか全体的に、ね、スラックスで履くと結構綺麗な感じじゃない。しかもなんかこのスラックスとさ、うん、このカバーオールの相性いいよね、いいよね、色味の、ね、うん、めちゃくちゃいいよね。なんかまあベンゼマとロナウドみたいな感じぐらい相性は。エジルとロナウドとか、ね、いいよ ね、 ね、意外にロナウドって組みやすいのかもね。そうだ ねあんな感じに見えてね。そうこれもそんな感じじゃない確かに確かに、ね、これロナウドかめちゃくちゃいいが、これめちゃくちゃいいね
リーの白のカバーオールはロナウドだったっていう。あ、そうなんだね。これ何の話なの。まあでもそういうちょっと相性いいよね、なんか、うん、いい合ってる、すげえ、ね、うん、結構ねこういう感じの格好はいいんじゃないかなと思いますよ、うん、はい、じゃあロナウドでした、はいはい、次ちょっとデニムのカバーオール、はい、はい、いきます、はい。3つ目、はい、3つ目はこうデニムのカバーオール、うん、はい、まあ、70年代ぐらいの結構色落ちしたリーのカバーオールに、うん、中はコットンニットで、はい、まあ、黒のチノパン、うんうんうん、でまあグレーのブーツっていう感じで、うん、結構黒系のトーンのところに、あ、そうだね、まあ、1枚デニムを羽織ったみたいな感じかな、うん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 、あとカバーオールだからなんかこのハットが合うんじゃないかなと思って、うん、めっちゃいいと思う、ね、かっこいい、この丈感とこの、ね、デニムのカバーオールとハットって結構合うから、なんかこんな感じいいかなと思って、うんうん、なんかね、こういう格好もいいんじゃないかなと、かっこいいです。じゃあちょっと次また違う感じで、はい、最後1個いきたいと思います。はい、はい、はい、最後、はい、4つ目です、うん、4つ目はデニムオンデニム、うん、で中にブルーのネルシャツ、うん、もうブルー系統でアメカジだね。そう、アメカジ、うん、なんかこの感じやっぱいいよね、最近いいよね、落ち着くわ、うん、これでも足元ブーツで、うん、この感じはねやっぱ落ち着くな、かっこいい、うん、なんかこんな感じの合わせもできるし、うん、ちょっと最初の方みたいになんかスラックスとか、うん、そういうので合わせてもいいし、結構ね楽しめるんじゃないかな。カバーオール使えるよね。カバーオール使えるよ、本当に、まあ、アウターとしてもね機能もできるしね、まあ、なのでカバーオール使ったスタイリングをね、うん、楽しんでいきたいなと思いますよ、はい、という今日はカバーオールを使った、スタイリングでした。はい、でした。ちょっと待って。